この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイス1階サテライトスタジオより生放送でお送りいたしております。またこの放送はユーストリームでも同時生配信しております。ユーストリーム内ドリームキングダムで検索していただけますと、この空間が映像となってご覧いただけますので、そちらでもぜひぜひお楽しみください。皆さん、こんばんにゃーす。こんばんにゃ。8月22日金曜日、時刻は19時を回りました。毎月第4金曜日、さゆりんのときめきロックニャイト、パーソナリティの西浦さゆりです。アーティスト活動をしながら楽曲提供など作家の活動もさせていただいています。この番組ではさゆりんのオリジナル曲や提供させていただいている作品などを中心に紹介していきたいと思います。たくさんの方に知っていただけたら嬉しいです。はい、ということで今日もサテライトスタジオにお越しの皆さん、ありがとうございます。先ほどメールも届きまして、今日現場に見学に来ましたとメールをいただきました。ふっくら炭素さん、ありがとうございます。楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。夏休みですね。学生の方は宿題終わりましたか？もう終盤に差し掛かっていますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まだまだ暑いですけども、元気に行きたいと思います。本日も30分間よろしくお願いします。それではまず1曲聴いていただきたいと思います。発売中のアルバムクリスタルボックスから聴いてください。ゆらりきらり。ありがとうございます。今日は割と緊張が解けたかなと思ったんですけど、直前になるとやっぱりドキドキします。よろしくお願いします。そしてよろしくお願いしますが異常に乾くんですよ。あれ？
時に喋れって言われたんですよ。言われてたんですよ。皆さん元気ですか？ご覧の皆さんありがとうございます。サイリンです。どうしよう、何喋るの。今日も便りが結構届きました。ありがとうございます。今のところこの空間に一人なんで一人ごとみたいになってるんですけどみんなありがとう。ちょっともうすぐ曲が終わりそうです。聴いていただきましたのはゆらりきらりでした。この曲は、アルバムの1曲目に収録されています。今日はこのアルバムクリスタルボックスについて少し紹介していこうと思います。放送も第5回目となりまして、このアルバムの収録曲もたくさん流してきたのですが、あまり詳しくはお話ししていなかったなと思いまして、今日は少し触れていきたいと思います。まず、西浦さゆりファーストアルバムクリスタルボックスなんですが、こちらユーストリームのからのみさんジャケットが見えてます。こちらなんですけども、15曲たっぷり収録いたしまして、1000円という破格となっております。これはですね、まあ作りためていた曲がまあたまりにたまりまして、なかなか発表する機会もタイミングがうまくなくてですね。それから、まあやっぱりまずは知ってほしいなという気持ちから、こんなにいっぱい詰め込みまして、手に取りやすい形にさせていただきました。今はライブ会場限定での発売となっているんですけども、ぜひぜひどっかの会場で手に入れていただけたら嬉しいです。そうですね、ロックからポップスから、バラードまでいろんなタイプの曲が入っていますので、何かお気に入りの一曲が見つかるのではないかなと思います。見つかってくれたら嬉しいです。私は今結構ポジティブな方なんですけどポジティブな方なんですけど、まあ、人生ちょっといろいろありまして、まあ、本当に落ち込んですすごいネガティブだった時があったんですけど、ものすごい暗黒の時代があったんですけど、まあそんな時に書いた曲などもありまして、まあ暗かったり明るかったりとか、まあいろいろあるんですけど、まあどの曲もですね、最後にはちゃんとこう光が見えるように、希望が見えるようにと思って書いていますので、ぜひぜひなんか明るくなれるかなと思います。一度ちょっと聞いてみてほしいなと思います。私の汗と涙の結晶ですので、ぜひぜひ聞いてくれたら嬉しいです。あ、それから遠方でもし来られなくて欲しいんだけどという方いましたら、私のブログにですね、ノートという SNS のサイトがリンクが貼ってありまして、そちらで単品で買えるようになっていますので、そちらの方もぜひぜひチェックしてくれたら嬉しいです。渾身の一作でございます。ぜひ聴いてください。ということで、アルバムの紹介でした。はい、ということで最近のサユリンなんですけどちょっとご報告をしたいと思います。前回の放送をチェックしてくれた方は、
知ってると思うんですけど、ランニングと筋トレをしていましたよね、サイリン。なんですけど、さて、あれから1ヶ月どうなったかと言いますと、なんと、サイリン、足首を故障しました。故障しました。なんとですね、あんまりちょっと言いたくないんですけど、言いたくないんですけど、皆さんに報告しますってこう先月言ったので、ちゃんと報告しようと思います。別にそんな大変なことにはなってないんですけどね、走るとちょっと痛いなっていう感じがある日現れまして、なんかアキレス腱がちょっと炎症を起こしているらしいです。なんかいきなりちょっとやりすぎたんです。毎日本当に休まずに行こうっていう気持ちが逆に裏目に出てしまって、それで病院に行ってきたんですけど、ちゃんとでも原因が分かりまして、今現在リハビリ中でございます。早く再開してね、もっと走れるようになりたいなと思っております。しかし筋トレの方はですね、順調に進んでおりまして、腹筋がなんと割れかけかけですね。なんかもうちょっとなんじゃないかなって思ってるんですけど、なかなかこの先がいかないんですよね。ちょっと見せたいんですけど、見せられないけど。結構ね、硬くなってきてます。殴られても割と大丈夫な感じになってきてます。これはね、今後期待です。見せる機会があるかどうかちょっとわかんないけど、かなり鍛えられてきております。そんな感じのサイリンでございました。それではここでお便りをちょっと紹介していきたいと思います。はい、今月も皆さん送ってくださってありがとうございます。なんかギリギリまで届かなくて、今月はお便り紹介なしかななんて思っていたところ、パタパタとたくさん届きまして、本当にありがとうございます。それではまず1通目、桃太郎さんからいただきました。サイリン、にゃーす、にゃーす。早速ですが質問です。今度社員旅行に行くことになったのですが、候補地が3つもあってどうしようか悩んでいます。ラスベガス、バンクーバー、シンガポールが候補なのですが、サイリンならどこがいいと思いますか。またサイリンが一度行ってみたい国、土地とかってありますか、といただきました。ありがとうございます。なんと豪華な社員旅行ですね。ほんと羨ましいです。これ3つ全部行きたいところですが、1つ選ぶとなると迷いました。迷ってサイリンはなんと調べました。まずラスベガス。ラスベガスはやっぱりギャンブルのイメージが強いですけども、多分検索してもやっぱりギャンブルが出てきますね。なんか本当にネオンがものすごい綺麗みたいで、本当に天国という言葉が書いてありました。すごい非現実的な世界が見られるそうです。なんかカジノとかあってね、私もドラクエとかでカジノやってたんで、カジノやってみたいなとか思いながら、ラスベガスかなり豪華なイメージです。そしてバンクーバーは景色が綺麗らしいです。自然と都会の割合がちょうどいいくらいらしくて、やっぱその自然の景色がすごい綺麗らしいんですね。あと治安がすごくいいらしいです。世界で一番暮らしやすい街ということで、あと食もかなり期待できるそうなんですよ。海の幸も山の幸も豊富なんですって。そう。そしてシンガポールはですね、これは2つの中間ぐらいなのかもしれません。私の見解によると、なんかシンガポールといえばマーライオンですけども、あとここもね、カジノとか娯楽も充実してるんでして、あと美味しいものも本当にいっぱいあるらしいんです。ということでサイリン迷いました。この3つの中で行くとなると、サイリンはダダダダダダラスベガスということで、なんか一回こう非現実的なのを味わってみたいなと思って選んでみました。ラスベガスです。そしてサイリンが行ってみたいところは、まあ無難というかありきたりにハワイに行ってみたいっていうのがあります。なんか綺麗な
ところっていうか心も綺麗になりそうなイメージです。あとハイジのスイスに行ってみたいですそんな感じ。さてどこに行くんでしょうかね。なんか決まったらまた教えてほしいです。なんかありがとうございます。桃太郎さん行ってらっしゃいませそして続いて紹介いたします。ラジオネームケイスケさんからいただきました。サイリンこんばんにゃーす。こんばんにゃす。8月11日のミックスベリーライブお疲れ様でした。今回も安定の楽しさでした。ジャケットとウィッグを脱いだ夏バージョンの衣装も素敵でしたね。可愛くかつかっこよかったです。ありがとうございます。この時友人も誘ってきてくれたみたいで本当に気に入ってくださったらしいです。本当に嬉しいです。ありがとうございます。サイリンを不協ありがとうございます。ありがとう。そしてもう一ついただきまして紹介します。西澤さん、西さんいただきました。ごめんなさい。フルネームいっちゃった。ですね。ありがとうございます。8月23日、ティーンスピリッツライブ、急遽ピンチヒッター、ご苦労様です。ありがとうございます。明日ライブに出るんですね。土曜日、休日出勤になってしまうかもですが、セカンドステージまでには駆けつけるように調整したいです。ということで、ありがとうございます。明日そうない、ライブなんですよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。そんな感じで、もうちょっと言いたかったんですけど、そろそろ次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、紹介しますのは、本当はずっとという曲なんですけども、まあこの曲、さっきも言いましたけど、本当に暗黒の時代がありまして、まあ自分のことが好きになれなかったりとか、もう本当に、もう何考えてもダメな時とかあったんですけど、まあそんな自分でもやっぱり頑張りたいという気持ちを、諦めずに頑張りたいという気持ちを歌っています。それでは聴いてください。本当はずっと。皆さん明日花火大会があるらしいです。私もライブがあるんですけど、私はちょっと行けないんですけど、多摩川の花火大会があるみたいです。ぜひぜひ行ってみてください。川崎市政90周年記念多摩川花火大会ということで、ぜひぜひ。
わかんない、今外にいる方がジェスチャーで何かを伝えてるんですけど、わからない、読み取れない、難しい。花火を、花火っていうのはわかるんですけど、なんて言ってるんだろう。あ、聞いてる。あ、すごい。外で見学に来てくれていて、さらにユーストリームで見てくれています。なんという素晴らしいでしょうか。あ、聞いてくれてる。聞こえる？聞こえる？聞こえますか？聞こえる。はい。西浦さゆりライブ情報をお届けします。まずは明日です。恒例になってまいりましたラジオの次の日のティーンスピリッツということで、8月23日土曜日、川崎ティーンスピリッツドリームキングダム、オープン17時スタート、17時25分。西浦さゆりの出演は18時からと20時20分からの2ステージアコースティック弾き語りとなっております。そして9月13日土曜日、こちらもティーンスピリッツでございます。西浦さん、オープンスタートは同じ時間ですね。西浦さんの出演は19時10分から、そして21時30分からの2ステージアコースティック弾き語りとなっております。そして次のパンドライブです。9月18日木曜日、高円寺消防と、RHS ガーリーナイト、オープン18時30分、スタート19時。こちらは前売りチケットが2500円となっております。こちらドリンクが別途かかりますね。ミックスベリーのボーカルとしての出演でございます。ぜひぜひ遊びに来てください。チケットのご予約は西浦さゆりアメーバブログからチケット予約フォームがございますので、そちらからお願いいたします。西浦さゆりで検索していただけますと、ブログ、ツイッターなどすぐに出てくると思いますので、ぜひぜひアクセスお待ちしております。ライブ情報でした。はい、本日もありがとうございました。あ、みんなありがとうございます、本当。ですね、そうさっき言ったんですけど、多摩川の花火大会が明日あるらしいです。私はちょっとライブと被ってしまうんですけど、そしてライブに来てくれる方はちょっと被ってしまうんですけど、もし川崎の皆さん、花火好きな方、明日は多摩川の花火大会でございます。川崎市政90周年記念ということで、第73回の多摩川花火大会があります。こちらの方もぜひぜひ行ってみてください。夏1回ぐらい花火見たいですよね。私まだ見てないです。今日もありがとうございました。そして番組では随時お便りを募集しております。さゆりんへのメッセージや質問、相談など何でも何でも送ってください。こんな私でよければお話し相手になりますので、ぜひぜひ送ってください。さゆり .world.net @gmail.com までお願いします。私のブログからすぐに飛べるようになっていますので、西浦さゆりで検索してみてください。よろしくお願いします。そして次回の放送はなんと来週なんですね。月に1回と思いきや、来週はですね、第5回目の金曜日となってまして、なんとさゆりんが担当させていただくことになりました。ありがとうございます。なんというありがたいお話でしょうか。ありがとうございます。ということで、なんと月に2回もやってしまいます。なんかそんなハイペースでやったら上達するんじゃないかっていう噂が聞こえたんですけど、あ、それどうかな、動画頑張りますよ。ありがとうございます。ということで、流れてまいりましたのは西浦さゆりでジャストゴーです。この曲も結構流してるんですけど、覚えてくれたら嬉しいです。ライブでも手を挙げて声を上げて
楽しんでいるので、ぜひぜひ遊びに来てほしいと思います。それでは、今日も30分間ありがとうございました。名残惜しいですが、ここでお別れになります。本当にみんなありがとうそれではまた来週8月29日金曜日19時にお会いしましょう。お相手はさゆりんこと西浦さゆりでした。バイバーイ。ありがとう。